カロン、アラチョ、ユナティ、メグオンでお届けしております。続いてのコーナーはおいしいおいしいお土産コーナー。イエーイ。はい、ありがとうございます。これどうですか、ちょっと昭和、やっぱ昭和か。はい、今回はですね、皆さんに、お届けするのは、担当は、はい、ユナティです。ユナティだろうね。メンバーユが多いのよ。あ、確かにユカ、ユナ、ユノでしょ。流行りのチャンネル、すいません、もう本当よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、で、ウェイトレス、ウェイトレス、はい、やってくれるのは、はい、私が販売するメープルシロップあるんですけど、これを入ったお菓子を今依頼していて、それができたんですね。あのスノーボールを作ってる方がいて、今日はそのメープルシロップ入りのスノーボールを皆さんに食べてほしい。こちらでございます。美味しそう、美味しそう。このメープルシロップって、メープルシロップ採取時期って今の時期しか採取できないんですね。実はカエデ樹液しか2、3週間しか取れないんですけど、その樹液から取った 100% のピュアなメープルシロップを使ったお菓子で、で今日は提供したいなって思います。はい、皆さんにも試食一回していただいたんですけど、すごいサラサラで美味しいっていう評判なんです。はい、あのですね、あの今日想像以上に、思った以上に皆さんが来てくださってですね、まさかのあの、はい、ちょっと数が若干足りないっていう、あの半分越してもいいよって人がお友達同士とか、はい、20人ぐらいって聞いてたんで、20人越しましたね、今日ね。ありがとうございます。ありがとうございます。懇親会の時はあの、はい、試飲もできるように用意してありますので、はい、はい、ありがとうございます。皆さん紙コップで配ってますけど、はい、飲むわけじゃないですからね。はい、はい、なのでこれはもうスノーボールも食べていただいて全然いいんですけど、どうぞ。はい、じゃあちょっと会場で失礼します。これ食材にもこだわってるので、砂糖一切使ってなくて、メープルシロップのみで作ってもらってます。あ、すごい香り。え、飲んでる人いる？大丈夫？こんなに飲んでる人いるけど。はい。なんでもう健康食品をメインにして作ってもらってるので、体に優しい安全のシロップです。スノーボールです。本当だ。なんかね、すごい優しい味。ね、食べたらこのナッツとこのクッキーの香ばしさと、ふわっと、本当にふわっとメープルが香る感じ。食べる。でもちょっとコロナだからやめた方がいい。コロナでしょ、私は。コロナ大会しちゃったらよろしくないから。もらってない方、あと2つありますよ。あ、本当？食べてない方。あ、じゃあ、はい。はい。うん、美味しそう。美味しそう。体にいいメープルシロップ。うん。はい。これはどう？